皆さんこんにちは。本日は IQ120 超えの人はリーダーとして成功しにくいのかということでお話をしてみたいと思っております。カリフォルニア大学のディーン・キース・シモントン教授という方がおります。彼は IQ の平均が100である場合、100よりも 1.2 標準偏差優れた IQ120 がリーダー向きであるというふうなお話をしました。そしてそれ以上の IQ の場合、周囲から理解と指示を得にくいということを述べていたんですね。つまりは120ぐらいがリーダーにはちょうどよく、それ以上の場合だと指導者には向きにくいんじゃないかなという形のことを言ったということなんですね。まあ IQ が100から120というと20違うということになるんですが、ネット上でもよく IQ が20違うと会話が成立しない、話が通じにくいみたいなね、説が流れてます。まあ基本的に東アジアというのは世界のレベルからも若干 IQ が高いらしいんですね。まあ IQ が105から110というのが平均だというような話もありまして、そうしますと120というと普通よりもちょっと頭がいいレベルという形になるわけなんですけど、このぐらいの IQ というのがちょうどいいのかなというような話が学説でも出ておりますし、ネット上の言論の中にでも出ているよという形になっているわけですね。IQ の差とリーダーシップということに関しては有名な研究があります。リタ・ホリングワースさんという方の研究です。これは同世代の間でリーダーを務める子どもというのは他の子どもよりも IQ が高い、しかし差が30以上ということになると共感とか尊敬を得にくいということなんですね。まあ、IQ というのは、まあ、2標準偏差以下の、まあ、IQ70 から130以上は、まあ、異常値ということが言われてますね。その出現率というものは約 2%、 つまり50人に1人という形になります。50人に1人というのはどういう世界かと言いますと、100人いた場合、まあ、98人の世界とはちょっと違う、まあ、共感がしにくいという形になりますね。 IQ が高いと世界の見え方自体が、まあ、普通の人たちとはちょっと変わってきてしまうという形になるわけですね。まあ、分かりやすい比較ということで言いますと、日本人においてはですね、左利きというのは10人に1人の割合で存在するということなんですね。そして身長180センチ以上の人が100人に、まあ、6人から7人という形で言われてます。そして統合失調症ですね、この人たちが、まあ、100人に1人の割合という形なんですね。ですから、まあ、IQ130 以上の人というのはこの100人に、まあ、2人という形なんで、この辺の比較で考えてみるとその出現率というものが分かるんじゃないかなというふうに思います。ノーベル賞の受賞した人たちというのは IQ120 から130というのが多いらしいんですね。IQ が極めて高い子どもを選別してその後の人生を追跡調査をしたというルイス・ターマンという方がした研究があります。この人たちの研究を見ますとですね、高 IQ の人たちというのは比較的、まあ、知能が高い職種についているということは間違いもないということなんですが、しかし特別にこう突出した創造的な人物、すごくね、まあなんていうかな、ずば抜けてすごい人というのはさほど出現しなかったということなんですね。ですから高すぎる IQ というのはそれだけで優位性があるというわけではないそうなんですね。つまり IQ というのは高 IQ、 これらは必ずしも創造性と比例するわけではない。そして120ぐらいがあれば、あとはですね、多ければいいという世界ではないということなんですね。知能指数が大きく違うということはどういうことなのか、これはですね、優劣だけの問題ではないというふうに捉えられると思います。むしろ、
種族の違いとかね、国籍や文化の違いというものに近いかもしれないということなんですね。まあ結局は IQ というのは秀でたものが良いとか高ければ良いというと、そういうわけではないらしいんですね。結局は世の中は民主主義同様ですね、多数派が有利なわけですね。つまり数が多いものの方が主流、中心という形になりますね。まあ100人に1人とか2人とか、そういうレベルの高知能な人たちというのは結局は少数派なんで、むしろね、違和感を感じたり孤立感を感じたり、そして差別とかね、迫害の可能性も、これらを受ける可能性もあるということなんですね。まあ周囲の人たちも別に高知能だからということを意識して、やってるとか、無意識的のうちにやってるとかということは分かりませんし、好意的とか悪意的というものは別としてもね、まあ、結局はそういうものが生まれてしまうという形になるんじゃないかなということはありますね。特に、まあ、女子の場合、高知能の女性の場合は、それが嫌でですね、普通の女の子の真似をする、擬態するということですね。まあ平たく言ってしまうと、あまり頭が回転しない人のふりをするということなんですね。いわゆるアンダーアチーバーという形でですね、できすぎず目立ちすぎず、気を使ってですね、私はそんなに何ていうかな、頭が良くありませんという形でですね、目立たないようにしているということを主張しながら生きていく、そういう雰囲気を出しながら生きていくということになるわけですね。ではですね、一般 IQ の特徴と、一般 IQ の人々の特徴というのはどういうものかという形のお話をしますと、これはあくまでも高知能の人たちから見たらという場合の一般 IQ の人の特徴ということで、ちょっといくつか挙げてみようと思います。まずはですね、序列とかしきたり、常識というようなものを重視するという傾向があるようですね。そして次に、分け隔てない敬意とか平等とかね、そういう人権意識というものがむしろ少ないという形に言えますね。そして、問題意識とか論理的思考というものをするよりも、感情的なものとか精神論とか、そういうものを重視するという傾向にある。次に、苦労とかね、下積みとかつながりとかね、そういうものに価値があるというふうに考えがちになるということですね。次に、権力闘争、マウンティング、嫉妬、競争意識、こういうようなものが強いというふうに認識するようです。あとは理論的思考とか創造性とか、そういうものよりは感情とかね、共感性、こういうものを重視した人生を送りがちだということです。そして好奇心の強さは、そんなに強い人が多いというわけでもない、むしろ波があまり強くない人の方が多いということですね。そして、自分で物事を深く考えようとしたがらないという形ですね。まあ、つまりは、世の中に与えられた、世の中からすでに与えられている価値観とか流れとか雰囲気とか、あとはこう気持ちとか共感とかね、そういうものに流れるということですね。そういうものに身を任せて、自分で考えて自分で行動してですね、画期的なアイデアとかを見つけてその道を進むというよりは、世の中の流れに従って生きた方が楽だよというような、そういう人が多いというように見られるということなんですね。また学歴が、ね、あってすごく、いい学校に行ってるような形でも、そういうような人でも、いわゆるね、文脈的文盲という人も結構いますね。文脈的文盲というのはどういうことかというと、文字は読めるわけですね。本も読んだりすることはできるんですけど、その内容とかね、その本全体の筋立ての理解力があまりないということですね。つまり、なんていうか、物事を分析して考えたり、理論的に考えたりとかっていうことがあまりできないということですね。字面とか上辺だけの理解、そういうもので満足してしまって、本質的なことを把握していないという人ですね。こういう人を文脈的文盲というふうに呼ぶようなんですけど、こういう人たちの特徴というのはですね、マルチ商法とか、もう世の中の流行とかね、あとは洗脳、そういうようなものに染まりやすい、自分の考えがなく、
言動とかね、そういうものが他の人からの影響を受けやすいという特徴があるということなんですね。つまり高 IQ の人たちから見ると、低 IQ の人たちというのは理解力があまりなくて感情的で、序列意識とか競争意識が強い人という形ですね。他者からの影響をそのくせ受けやすいというタイプに移るということなんですね。そしてこういう感じの方々というのが、むしろ世の中の大多数を占めているというふうに捉えられるわけですね。堀江貴文さんという方がいますが、この人がちょくちょくテレビに出ておりますね。そして、芸能界の人たちを見てね、こういう感想を言っております。なんか考えがもやっとしてるねと、もやっとして、もわっとした思考世界に彼らは住んでいるような気がするというようなことを述べたということなんですね。つまり知識とかね、探求心とか理論思考があまりできずに、そういう考えがあまりない、自分の考えがないというような捉え方ということですね。そしてひろゆきさんという方がいますね。西村ひろゆきさんですが、この人はですね、いろんな情報とかを発信して自分の意見とかを発信すると、アンチコメントがね、莫大に来たり炎上したりしますね。しかしそれに対してですね、自分はアンチコメントはさほど気にならない、なぜならば自分は彼らを完全に見下しているからだということなんですね。そういうようなことを述べて、2人ともアンチとか批判に非常に強い方々なんですけど、こういうようなことを言っています。当初はね、彼らも批判されたり炎上したりした場合、傷ついたり動揺したりしたようなんですけど、でもじっくりよく読んでみますとですね、まとも得た内容というものが意外と少ないなと、感情的だったりね、理論的にきっちり展開されてなかったりということでね、こういう人たちは相手にする価値がないんじゃないかなと結局悟るような結果になったということなんですね。そしてこういう心境に達したということなんですね。低理解の人、すなわちね、大部分の普通の人という形で、こういう経験を積むことによってね、次第に心づもりが変わってきた、その人に対する、対応策というものが変わってきたということなんですね。これなんかは、高 IQ の人々が、普通平均の人たちに対する態度の流れの一つということなんですけど、高 IQ の人というのはね、こういう、なんていうかな、不理解とかね、こういう仕組みですよね。これらのことを理解しないと、本当にいたずらに自己評価を下げてしまって、大多数とか環境に振り回されてしまうということが多いと思うんですけどね。これは非常に危険なことでね、自己評価を下げたり落ち込んだり、鬱になったりとする原因になるんじゃないかなというふうに思ったわけですね。結局は高知能者というのはマイノリティということなわけですね。ですから彼らが孤立しないための生き方はじゃああるのかということになりますが、現在はね、非常に恵まれている時代で、ネットがあり SNS があり情報発信がいくらでもできる時代になってますね。リアルな世界はどうしてもね、この地域性ですね、あとは交通機関とか時間コスト、そういうものに束縛されますね。物質的なものが人との付き合いとかには大きく制限という形で盛り込まれるわけですね。そしておまけにね、高知能の人は田舎とか地方というよりは大都会、都市部に住むという傾向がありますので、どうしてもね、自分が付き合いたいレベルの人たちと付き合うというのがなかなか難しいということになりますね。しかし、ネットというのは、それがある程度解放される、そういう部分を解決してくれるツールになり得るということだと思います。例えばツイッターでですね、自分のありのまま、さっきのアンダーアチーバーじゃないですけどね、下手に自分を低く見積もったり背伸びして高く見せようというようなことをせずにですね、ありのままのレベルの自分の思ったこと、感じたものを上げ続けていくという形ですよね。それを淡々と繰り返すという形ですよね。基本的にほとんどの人間というのはね、批判が来たりアンチが来たり炎上なんていうのはされないものでね、見てくれる、いいねを押してくれることの方が珍しいぐらいの世界なんでね、Facebook でも同じような形でですね、情報発信をしていくと、
という形ですよね。そうすると自然に自分と同じレベルの人たちと付き合うことができるというふうに思うんですね。 Facebook でもね、自分と同じようなレベルの人がいたらどんどんリクエストしてつながってみるという形、そしていくうちにですね、だんだん自分と同等の知的レベルとか趣味とか考えを持っている人たちとつながれるという形になってくるんじゃないかなと思いますね。そしてそういう人たちとなんていうかな、交流とか意見とかそういうものを交換し合って、リアルでも交流するというのがこれからはベストの時代、こういうことができる時代ですのでね、そういう付き合いということがマイノリティの人にも幸せな人間関係を築けるやり方なんじゃないかなというふうに思ったりするわけですね。まあ、というような形でですね、IQ120 超えの人はリーダーとして成功しにくいのかという形でお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。